ていくギャンピン、その先には竹瀬のガイディングライト食らってしまった。これは見ない。シェリフでヘッドショット、竹瀬ファーストブラッド使ってうまく通り抜けていきます。ただタイトラギア竹瀬 A でキャリアダウン、ショートマキバーキが取っている。タイトライ手厚い守り、ここはゼータディビジョンがファーストラウン、これ以上レーター引き切れるか。ここはキラークラシックでレーターを落としている。タイトライのラゼ、ここもキラーのクラシック、ファントムを取ったお散歩、大きなチャンスになったか。 3on3 ただ体力がかなり削られていますよ。設置裏からは竹瀬、そしてスポーン側からは巻き場クロウのリテイク、ハンドガンが2丁というところで武器的にはイーブンですが、 B メインを散歩落とした。残ったなスポーン側、飛び出るところ散歩キラーエコラウンド、 B メインに対してガイディングライト、そしてそのままエントリー、レータのショーティーには気をつけたい。すぐさまワンドブ回収、おっと切れてない、ダブルキル、まだいかレータ、ボディボタンいける、最後もレータだ、グランドキル、レータお見事です。こんなもんが当てレータ、うん、 A アクションに対してはそうですね、ラッド、2人で詰めたことで掌握できたんですけども、このサイト入るタイミングというものを少しミスってしまったか。いやこいやなんかさあここはお強気だぞ、グラビティウェルに吸い込まれてしまっただけで抜いただけで、ここはレータのテレーター、ここはオールドローンのピンに刺さってしまったことにより2人落とされてしまいました。さあこうなると苦しいのはゼータディビジョン、逃げた方がいいかもね。さらにはアートはロックダウンも打ち込んでいきますと、ロックダウンを意にも介さず前に出る、いきますよ、残り3秒ですよ、ヘブン下を抑えて最後の1人だ、アートローディン、さらにはお散歩吸い込め、あここは無理に止めることはしません。 A 面から竹瀬カバーダブル、トリプルキル竹瀬、サイト内ではお散歩ミサイルキルを取っている。ただクローは落ちてもなお視点が残ります。ヘブンから巻き場モタのお散歩、サイト内の2人、ショックボルト、素晴らしい、ここは塩亀のハサミ、ただファーストブラックファンターズフューリー、そこで打ちますか、かなり近いところをギリギリで返した、落ち着いてるな、クローと合わせて B を止め切る。さらにはキルが続いていくラズ、残ったのはアウト、そのラズが削ったという報告を得てショーティに持ち替えた判断、そしてあのテールウィンドですか、そうですね、ちゃんとテールウィンドを残していたあたりも良かったですよね。まあ、あとは結構オーディンってフィーリング戦で拾われること少ないんですけども、うまくラズ選手はそこを拾って運用しましたよね。 B メインの壁抜きも強く、非常にアセントはオーディンが B メイン5での進行。さあここは0ポイント、フルで食らってますが、グラビティウェル、お互いが吸い込まれている。斎藤君取り残された巻きは粘れるか、ネビラを使ってうまく隠れたが、ここはギャンピン、さらには B メインの後ろアートが抑えていました。わあ、ここでオレハン当たっています、2人を打ち抜くアップドラフト。ただゼータディビジョンかなりサイトを開けて中央に集まっている様子、恐ろしいか、クローのフラグメント、さらにはフラグメント、これは引っ張る、しかも後ろから C か、ジョーズを止め切る巻き場クロー、勢いに任せて入ってくる、スモークの高バンダローランチャー竹瀬ダブルキル、さらにはレーザーのカバーも入る、お散歩アタがキルを取り返す、もう 2on3 パイキャリアすでにドロップしてしまっている。残り時間は15秒、勝負を仕掛けるラゼ、お散歩ダブルキル、残り時間は間に合うか、ギリギリ間に合います、運命の 1on1、 ここは巻き場だ、いやー本当に巻きません、待ち受けるのはお散歩、そしてアート、まずはゴースト、さらにはレータのシェリフ、斎藤君にはまだお散歩が控えているが、いやしっかりとライディングライト、いやここは食らいつつも竹地を落とせ、まだ粘るか、残ったのはキャンピン、ワンオンワン、レータは HP がないぞ、取り切ったキャンピン
のクアドル B 側の前目を取っている分 A 側が濃厚というところでポジショニング的にはフィーリングに分があるか。中央リンクの射線が怖い。裏からお散歩下げて落としてきている。お散歩ダブルキル、これは大きい。情報もつかめました。残った3名でどうこの状況を打開するか。長短の張り付きにはキラー。A でキャリアダウン。スパイクが確認されてしまった。あと30秒。 A ショットの前面にはレーター。近いよ近く。テールウィンドで入ってキラーを狙いに行く。うまく挟み込んだ。ズオンズ横からは見せや。最後はギャンビー。この A ショットに勝負を仕掛ける。そこにはギャンビー。トリプルキル。3人目。さらにはミサイのガイディングライトのカバーも入る。B メインはアートがオーディンで一層。さあ残ったのはクロー。手に持つはミニマシリング。パーフェクトラウンド。さあ情報を取りに前に出るフィーリング。勝ち合うか。前でアビリティを構えている。巻き回りにも上がっている。 A メインダブルキルキラー。 A メインを抑えきった。これは大きなアドバンテージ。さああとは囲い込むだけ。A メインのリセットは高い。そこはギャンティーが抑える。さらには A ショートお散歩が機能取って、ラストはレーザースパイクは A メイン。残り時間は10秒。最後はアートのオーディン4人生存。ただ B 側には3名が控えているぞ。ギャンティーのオペレーターガブリキン。ハンターでフューリーを焼きつつ立ち回る。レーザーがアート落としている。アッパータローはボンガーの勝負。いや ここもレーター抜けるんじゃないですか。 A 側に B を取ってボンガーから A 側に抜ける作戦。ゼロポイントで情報が取れています。残り1名。 B 側から逃げる敵はタケジェ、そしてラズが抑えている。残ったのはお散歩。最後はタケジェ。綺麗な目のポジション。ジャンピークの音は聞こえている。タケ逆のラズを落とした。さあここで本命を B 側に切り返す。シーカー今度はこっちのワンダーゼータディビジョン。タケジェにスタンが入っているところをミサイは的確に落としていった。ボンガは勝負を仕掛けるか。いやここは B サイドの奥からお散歩。ミサイダブルキル。さらにはギャンピンマークになるか。お散歩の位置、ここは巻き場を落としきる。 B サイト内アート、位置は丸くしまっている。オーディン打つ間もなく巻き場のダブルキル。マーケットに残っているタケジェ。最後の1人だ。名残ったのはキラー。いやー残った1人に対するトレイルブレイザー。ただ気づかれ、いやー気づいた。うん、ここは1回回って噛みついてのタケジェ。ラッシュのような動き。キラーの位置は分かっているか。ブレイドストーム落としきれないが、代わりにクラシックです。ただこれは破壊できませんよ。ロックダウン、ロックダウンですが、中央に残っているタケジェがいい味を出している。あえてロックダウンを避けてもう一度 A に行くか。いや面白いのが全員で Y にいますよ。まあ、当たらないポイントにはけたんですけども、フィーリングとしてはここは賭けのようなポジショニングを行うしかありません。おお出てきた。 A メール前目、一人だけと思いきや3人が控えていました。おっとアート、アート来るか。オーディン、ここはタケジェラザーに2しかいないのが分かっているぞ。ああこれでメインになるの確認できましたね。シーカーを先頭に A メイン突っ込んでいく。キラーの位置は分かっている。勝負を仕掛けるキラー。ダブルキル。ここはタケジェが押さえきった。ただラスカをサポートし、 A メイン勝負を仕掛けるのはタケジェ。これで 2-on-2 だ。あと30スパイクを設置。勝負を仕掛ける店、お互いが難しいポジション。ヘブ落としたらぜ、落ちてる。ラズ引いた。ここはタケジェが落とし切った。サイト内キラーが粘りました。ガキャンティトレイルブレイザーからレイター。バイクを設置。シーカーを打ち込んではいるが A メイン。ラズと巻き場が抑える。ラズのダブルキル。いやーこうなると苦しいのはフィーリング。 2-on-4 ラズはハンターズフィーリーも上がっている。さらにはフラグメント。残り1名。残ったのはお散歩ジェット。ハンターズヒーリーまで打ち込んでいく。これは逃げれない。最後はタケジェのトリプルキル。最後のポイントゼータディビジョン。ラズの判断レーター。
ぶっ飛んでいくテールウィンドダブルキル。この国アースヤ強すぎる。ギャスリーが1キル取り返す。ただお返しだ。ダブルキルを取ってさらにキルを重ねていく。人数差逆転。まだ押さえていたタキジウムをゴーストでお散歩が落としていく。エースでも抑えた。お散歩ジェット防御力。お、A ショート。うおー、見た。 A メインからラストして A ショートからタキジ。A 側の制圧から皆さんね、ラズ選手をリスペクトしてる方はぜひ桜セットを購入してみてはいかがでしょうか。桜は綺麗ですからね。いい迷彩ですよ。 B 側超仕掛けでグラビティレルバー育った。完璧すぎた。クローの壁の壁に当たっていますよ。横からタキジ。あ、ただこれは誘い込まれるが、よー、さばくか。ディスピッツうまく避けていく。さらにハンダフィールのカバー。いや、シロンからキラーが一層トリプルキル。世界は分かたれた。さらには落ち着いて世界を分かつコスミックディバイド。よーし、アフターショックピンポイントだ。え、そう、本来であればオペレーター構えてる方ってこういったちょっと見えると打ってしまいたくなるんですけども、反応的に打ちたいですよね。残り1名なんですかね、あの落ち着きようは。見えた右フリックの C 側を切っていく。お、裏に飛んでいた。 B の前面飛び出した竹地。サイトに対してはスタンのカバーだが抜けていったギャンピン。ここでプラント。ただローリングサンダー滑りていく。ただギャンピンを食らってないけどカウンターだ。ローリングサンダー、ローリングサンダーで返していく。全員が揺れている、揺れている。この視界大混戦。取り切ったのはゼータディビジョン。セロング前目を詰めているタケジ。俺はハンターだ。これはラズノですね。ラズノハンターズフューリーから前目を詰めるタケジ。警戒できているか。ジャンピークの音は聞こえている。前に出ないタケジ。そこにギャンピンの頭が迫る。またしても落とされる。ここでレイタが出ますか。ショートに苦手意識を持っているかフィーリング。自然と C に行きたくなりますけども、そこにはレイタのオペレーターキラーが落とされ、射線を塞ぐものがありません。ただクラウドバンスを使って前に出るギャンピン。勝負を仕掛けるがレイタはヨーヨーと引いていきます。ここでコスミックディバイド。バイクを設置。ガレージをスローで取っているのは巻き場。いいかも、ね、あー、ここで基準のロックダウンか。ここ横を警戒している。あえて前に出る。ロックダウンを壊したいがここは手が届かなかった。タケシアのエンプレス。残り時間が少ない中前に出る。あと男待ちだ。だがここはタケシア。アフターショックを入れて最後はタケジ。取り返したぞ。ジョークを取っている。外した瞬間お3人目とはいきませんでしたが、ガレージから巻き割る壁抜きが入りました。キラーも残り HP は22。勝負を仕掛けるお散歩。あー、ちゃんと引いて。なおかつクローはフォルトラインを構えている。横から巻き場。フォルトラインを食らっているところ冷静に落としきる巻き場。切り替えています。逃げても無駄。シーカー合わせてAサイト進行していく。ただラズラズクローのアフターショック。さらにはAロングのラズが落ちない。残ったのはあと横からクロー。ともや前目この位置気づけるか。グラビティウェルに対して顔を出すだけで。アビリティさらにはスタンも入っている。前に出れないお散歩ジェット。おお、ローリングサンダー前目は食らっていない。タケジェのクワッドだ。エースか。デバワーで一度回復。タケジェとしてはここは味方にウルトを渡す判断ではないですね。取りに行っていました。ここは最終ラウンですかね。データの裏を取っている。フォールトライン食らっているところをレーターヘッドショット。中央の爪もクローと落下対応。さらにはガレージのガレージ裏置いてエリシェル外しません。まだ前に出るか。そこはタキジェが抑えている。 A 側に集まっていくミサイルのガイディングライト。
A ショートに対して勝負を仕掛けるか。一瞬見えた、ガイディングライト、ただ前に出れない。終わりよ。ここも竹ジェイが落として、ボンガはショックボリットにスモークルキー、お散歩シェリルダブルキー。いや竹ジェイがクアトラ、いやーバッキーじゃここは帰って竹ジェイ、スポンガーの後を警戒している。このラウンド竹ジェイのエース、勝負の面を分かつエース。さあ12対2、追い込まれたフィーリング、もう1ラウンドすら落とせない、落としてしまったその瞬間、このさあ A4 に対してガレージ、セクターアウト、ここは壁に行く竹ジェイ、そのまま C 側を狙うか。ガレージに武器は落ちていますが、裏も竹ジェイが落としていく。さらにはガレージヘッドショット、竹ジェイが止まらない、止まらないぞ竹ジェイ、グラドラキル、フィーリング、残ったのはギャンピン、思いをつなぐことはできるか。オールドローダーク刺さる、狙っている、ボールトライ、逃げ切れない、恐れるがいい、竹ジェイエンプレス、うわエースを取らせにいけてる、隠れてるぞ、2ラウンド連続エース勝負のステージ3プレイオフ敗退、武器差もあるこのラウンド。